お願いします。いきなりなんですけども、ね、はい、ミュージシャンが自分の好きな女の子のことをライブ会場に呼んで、その子のために書いてきた歌をそのライブで歌うみたいな、うん、その感じ憧れるんですよね。あー、憧れるな。あんな京都のタムカイ、愛知の現世、沖縄のメカル、3人揃ってセシ、お願いしまーす。わー、ありがとうございます。お願いします。いやー、今日は1月18日ということでね。あ、そう、はい、いい部屋の日という。あ、そうな、なのでみんなで自己物件に住みましょう。いい部屋住めよ。よろしくお願いします。ああ、新しい財布手に入ったからご機嫌。ダメダメダメ、仕事集中しないと。山田君、これ後でコピー取りに来て。あ、長さん、次の商談何時間？2時間後、OKOK、資料まとめといて。どうも、金目鯛です。お願いします。ありがとうございます。はい、どうも、拍手お気に入りでございます。はい、初めましての方もいらっしゃると思いますんで、うん、自己紹介しますと、こっちののっぽの方がマキシと言いまして、うん、こっちのちっちゃいのが、俺は大丈夫。お、大丈夫、うん、とは、今日はですね、皆さんにこれ僕のことを知ってもらいたいんで、あら、好きな食べ物ランキングベスト3を持ってきました。おー、聞きましたか皆さん。どうも、ダブリガシです。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。たくさんいただきました、本当に。ああ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あのさ、お前やったらさ、はいはいはい、もしな、うんうん、もしやね、うんうん、一生米食われへんか、一生パン食われへんやったら、お前どっち選ぶ？うん、解散してください。なんで？あ、すいません。どうも、アンビシャスです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。いや、僕ね、はいはい、小さい時からね、はい、動物と、うん、こう自然が大好きで、あ、そうな、牧場とかよう行ってたんですけども、ちょっと最近ね、もうちょっとこういうので行けてないなっていうね。まあまあまあ、俺もまあ、ちっちゃい時によう行ってた。あ、そう。いやー、どうも、おいおい、どうも、どうも、どうも、変態です。お願いします。ヒロ君と外でデートとか久しぶりやからめっちゃ楽しい。そうやな、ヒロ君。どっか変わってんけど、わかる？谷口です。田中です。風数屋です。お願いします。どうも、奥戸幸三で職人と申します。よろしくお願いします。すまぜんやでます。いや、ね、もう寒いですね、ほんまね。うーん、僕いきなりなんですけどね、僕ね、こんな見た目してますけどね、すごい気にしいな性格なんですよね。どうも、ドーナツピーナツです。お願いします。ドーナツピーナツです。お願いしますって言ってます。通訳すんなよお前。ありがとうございます。時をとリピートで、時をリピートです。行こうか。お願いします。ありがとうございます。たくさん入っていただいてありがとうございます。万華鏡おしゃれランキング2位とダサい7位です。言わんでええやん、それ。どうぞお座りください。失礼します。ではまずお名前をお願いします。はい、森本彩と申します。よろしくお願いいたします。では森本さん、まず志望動機をお願いします。はい、私は昔から家具の部品と部品のつなぎ目に美しさと生命力を感じておりました。どうも、たちまちです。お願いします。いや、ありがたいですね。はい、はい、ね、今日はね、うん、お前に相談あんねんけど。相談いいかな。あ、いいよ、うん、まあ、俺結構相談乗られるし、うん、こう相談されるの好きやから、うん、まあ、いろいろ答えたるわ。相談乗るの好きなんや。そうそうそう、変やで。変じゃないよ、別に。もう、プードルです。お願いします。ありがとうございます。山下とメラちゃんの2人で、プードルです。お願いします。どのタイミングで衣装変えてんの？俺たち放課後ボーイズ。お願いします。ありがとうございます。丸亀ジャングルです。お願いします。お願いします。今日じゃないですよ。単独ライブは2月7日です。おー、告知した。ね、ぜひね、告知した。ああ、もう、ここしとかない、もったいないのでね、ぜひよろしくお願いしま す, です、ね、お願いします ね, ね、このお客さんは全員来てくれたらほぼ満席ということでね。来なさそうです。
部屋も綺麗にしたし、飾り付けもバッチリ。まずドアが開いたら、お兄ちゃん誕生日おめでとう。その後ケーキを持ってくる。あのさ、はい、この前さ、バイト先で起きたさ、事件の話したことあったっけ？事件？うん。いや、聞いてないな、多分。あ、言ってない。うん。いや、この前さ、バイト先でさ、はい、その店長が鍋に入ったカレーをガッシャーンって全部こぼしたことがあって。全部？うん。もうほんまその日大変やって。いや、それも作り直さなあかんもね。みんなー！はい。ハッピーでーす！1月30日単独ライブよろしくお願いします。どこで告知してんねん。ありがとうございます。蒲田と宗安でチェリー大作戦です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、どうも亀ポスターです。よろしくお願いします。確かにお前の言う通り、亀の水槽をずっと放置したみたいな色だね。言ってないわ。いや、カンカンじゃないねん。こんなんもあったやん。毎回やってみようか。嫌やわ。なんでやねんな。いや、これ恥ずかしいからできへんわ。じゃあやったらこれ楽しいから。いや、こんなにいっぱい人見られて恥ずかしいからできません。鬼は外で。ケンジ、お父さんに投げんねんで。福は打ちってうまいな。将来プロ野球選手やな、これは。大きなったな、ケンジ君。ごめんな、忙しいのにありがとうな。親友の頼みや、こんなんなんぼでもやるやん。はい、どうも、人生歩夢です。お願いしまーす。ありがとうございます。ちょっと僕一人旅でですね、温泉旅館でもね、行きたいなと思ってるんですけどもね、はい、ちょっとね、お金なくてね、なかなか行けないですから、今日はちょっとね、ここで雰囲気だけでもやらせてもらってもいいかな。どうします、やります。ちょっと何なんそれ。どうもー、豪快キャプテンです。お願いします。今度ね、うん、マッチングアプリで知り合った女の子と遊びに行こうとなって、うん、あ、そんなしてんのお前。うん、1年入ります。どうも、サンパウロです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。サンパウロと申しまして、はい、竹谷とケンシロウでサンパウロと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、当然なんですけど、はい、僕ね、お見合いっていうのにね、うん、一回行ってみたいなと思うんですよね。ああ、なるほどね。そうそう、タクロウです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。平日にも関わらず、あ、そうですね、ありがとうございます。ちょっと行きたいけどさ、いや、やっぱりね、話しないからね、今日俺、この間さ、キャンプチョップです。お願いします。いきなりやねんけどさ、はいはい、男やったら一回はヒーローに憧れたことあるやんか。あ、憧れましたね。憧れたやんか。いつぐらいから憧れた？どうも、花一もみつです。お願いします。お願いします。お願いします。僕お酒飲むのが結構好きで、あんまね、ちょっと、うん、お酒好きそうには見えないですけどね。あ、ほんまに？見た目的にはね。あ、そう、すごいなんか経済的。あ、ありがとう。よろしくお願いいたします。コウタロウと、ヤクザの構成員で。違います。違いますよ。幹部でも構成員でもない。じゃなかったです。ただただ宮北です。あ、宮北です。すいません、よろしくお願いいたします。タイムキーパーです。お願いします。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ちょっといきなりやねんけどさ、はい、ちょっと最近ゾンビ映画にハマってて。あ、俺もゾンビ映画むちゃくちゃ好き。あ、むちゃくちゃ好き、うん、これぐらい好き。わからん、うん。はいはい、ランランです。なんかすっきりせん時ってありませんか？気分があるな、な、うんうん、ああいう時ね、断捨離してほしいね。私、断捨離？そうやんか、家のもんがね、こう整理されてこうスッとするんです。あれ